おはようございます。今日は8月の9日やっていきましょう。このラジオ体操中に話すことがだんだん減ってきたので、コメントに結構いただきました。今日は何の日かを言ってくださいっていうのをいただいたので、それをやってみたいと思います。今日は8月9日89ということで、野球の日、ハグの日、薬草の日、薬草の日、ハリキューマッサージの日、全部語呂合わせなんだね。その中で異彩を放つ今日はムーミンの日。なぜ。ではいただきます。いただきます。鮭美味しそう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうやら船着き場に船頭さんが戻ってきたみたい。もうキクラ戦記は良くなったんかね。どうなんだろう。キクラ戦記っていうのはぎっくり腰のことなんだ。へえ、そうなんだ。今の若い人はあんまし使わない言葉なんだわ。いろいろ僕くんも学んできているようですね。ちょっと今日は今寝起きで実況しているので、ちょっと声が眠そうな声ですが、ご許しください。お許しください。おっと、日本語も変だ。あれ、こっち来ちゃった。しまった。お寺にまた砂糖水仕掛けたんだよね。ちょっとそれを先に行かねば。それを先に行かせてもらう。まずは水をあげて。あ、トマトは赤くなってきたんじゃない？あ、ナスもキュウリも実がついてきた。いいね。夏野菜スペシャルだね。よいしょ。やばい、ちょっと最初無駄に今画面を切り替えちゃった。このゲームは画面を切り替えるたびに時間が進んでいきます。急げ。よいしょ。あ、おい、別に画面が切り替わらなければ。ガラス工場に裸足で入ってくんな。はいはい。はい、お姉さんおはよう。この前のやつできてるよ。あ、おお、夏の草原と名付けられる。たまには夜にもおいで。気に入ったオブジェやグラスがあったらあげるよ。お、ええー、てか毎日行ってるけどね。僕が気に入ったやつをくれるってこと？違うよ。え、私が気に入ったやつをあげるのさ。なんだそれ。何が違うんだろう。だんだんお姉さんとの距離が縮まってきているような気がしますね。さあ、それでは今日の俳句。いたいたいた。昼間は暇をしているおじさん。こんにちは。よし、またまた一句できたべ。何？干し草を布団代わりに一休み。ああ、まあ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 、いいんじゃないですか。50点ぐらい。まあまあだべさ。まあまあだね。布団代わり2だ。じゃあ今日も頑張って作ってみるべ。胃の段が入った。布団代わり2、一休み。吹きの葉に布団代わりに一休み。太陽に夏木立、干し草を。意味が通じて韻が踏めばいいんだよね。夏木立、布団代わりに死んだセミ。どう？夏木立、韻踏んでる。布団代わりに死んだセミ。夏木立を布団代わりに死んだセミ。まあまあだな。もう意味そのまますぎる。まあまあなのこれ。あれ、今日もダメか。次回また精進して頑張るようにな。4年前何したっけな。ん？また何か用かい？トラックに乗せてもらってお寺。よっしゃ、じゃあ牧場の向こうまで一緒に行くべ。行きましょう行きましょう。俳句がうまくいかないな。まだでも8月9日って言ってももう3分の1過ぎようとしてる。なんもさ。やばいね。さあ、これを見てる人、宿題をするんだ。宿題をやるんだ。お、入虫マーク。あれ？何これ？木の根元に名前が彫ってある。みつこ。なんだろう。
よ、捕まえたか。あ、捕まえた。赤まだら。ちょっと気持ち悪いですね。なかなかニュームシーと出会わない感じが。あ、嘘。これ、難しい。階段登りそう。ちょっとバックして。ここ。よし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 。階段チェックしちゃダメだからね。二筋帳。あ、またやめろ押しちゃった。なんでやめろ押しちゃうんだ。バカ。そして、どうだ。何かいるかな。砂糖水パワー。あ、何もいないよ。え、もう12時過ぎた？あ、もう11時。あれ？砂糖水、空振り。砂糖水を使おう。空振りか。よっ。なんで？ニュームシマーク出ないか。ニュームシマークが出ない。逃がしちゃったし。二筋帳。何かいるかな。髪切り来い。何もいないよ。今日外れだ。ダメか。砂糖水を使おう。やばい、時間無駄にしちゃったな。とりあえず今日は船頭さんのところに行くっていう感じだね。水泳高いは全員倒したから、まあよしとして、よいしょ。これは一番右のルート行こうか。よいしょよいしょよいしょ、こっちこっち、そうそうそう、ここ、ここ、よいしょ。ここでどこだ、光ってるやつ。あれ、光ってるやつない？あれあれあれ、あ、ここか。丸太。あれ、丸太渡ったけど光る先ないな。あ、これでも合流しちゃう。ダメじゃん。これぶつかるとなんか出たりする？しないか。痛え、これすげえ痛そう。あれ、あー、でも牧場からの普通の滑りと一緒だ。あ、ここぶつかるとなんかあるっけ。あー、なんか干し草ぶつかるとなんかあった気がするんだよな。あー、もう空振りばっかり。チェ、ちょっとどうにかしなきゃ。学校の手前まで送ってもらおう。おじちゃん捕まえちゃった。ん、また何か厄介？うそ、なんかさ、新しい虫も捕まえられなかったし。じゃあ牧場の向こうまで一緒に行くべ。強い虫も手に入らなかったし、草滑りは滑っちゃうし、俳句もいい得点じゃないし。まあお姉さんが夜で会いに、ありがとう、会いにおでって言ったから、なんもさ、それでよしにしようか。くっそー、これは虫キングで晴らそう。何か聞きたいことあっかい？なんか新しいこと聞けるかな。ないね。じゃあまた何か聞きたくなったら。はいよ。水泳大会中はみどりちゃんのリズムゲームはできないんだな。お前ここでザリガニ取っただろう。取ってないよ。ザリガニは釣りの餌にもなるんだ。貴重なんだから大事にしろよな。なあ僕ちゃん、はいはい、何か俺様に聞きたいことあるか？ないよね。新しい虫出たっけ？出てない。なんだ、てか昨日ね、虫キングやるの忘れてましたね、ごめんなさい。うおお、羊がいる。みちちゃんは何かあるっけ？今日も泳がないの？うん。会話が変わらないな。さて虫キング行ってみようか。来た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 。あ、虫相撲やんのかい。へへ、わやにしてやるぜ。わや、私もやるよ。さこい、まずは虫かごから。まあどさんこ仮面かな。どさかめ出して54勝。最初は私ね。キング、俺のカブトムシ。え、何のフラグもなくもうカブトムシ出てくるの？カブトには勝てないだろう。じゃあ、これで決まりさ。
ミヤマのメスか。技を全部覚えたやつを出してきたぜ。いけいけいけ。ミヤマのメス勝てるかな。力で分かっててるか。負けちまうよ。ああ、技が当たんない。どうかな。頑張れ。力で分かってるな。ただうっちゃりとか確かメスはやってくるよね。頼むぜ。うわ、ここで押してくるか。結構押したね。あ、出るんじゃねえぞ。そのまま疲れた。よし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 。何か知らないけど押して疲れちゃったみたい。次は私だよ。薄葉カマキリの57ミリでか。薄葉カマキリはスタミナがないから技先に出せば勝てるけど。うわ、ギリギリ。よし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 。いいね。いいんじゃないこれ。次は僕の番だべさ。もっと強くしないと勝てない気がする。よし行け。カブトムシもう出てきた。カブトムシこんな早かったっけ。コクワワにはまだ勝てるか。お肉はが要注意なんだよね。余裕余裕。じゃあ次は俺の番ね。はいはい。いけいけいけ。ノコギリの 70? 大丈夫かこれ。負けちまうよ。でも全然スタミナ育ってない。大丈夫だな。出るんじゃねえぞ。勝てそう。ただ技が一発逆転がありそうで怖い。よし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 。今回さ70ミリにも力負けしてない。次は私だよ。いいね。だいぶ強くなってきた。ノコギリクワガタのメス。負けないで。まあ一応弱い虫には勝てるようになってきたな。その強いノコギリカミキリとかオサムシとかが強いんだよ。いやもう薄バカカミキリ、薄バカマキリ、ま、大丈夫かな。普通に出てくるようになっちゃったけど。うわー来たー。まずいっしょ。ただスタミナがいっぱいあるから。うわうわ連続好き。でもまだ耐える。あ、早く押し切っちゃえばいいのに。技出されると相手回復すると。よし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 。危な。60勝。次は俺の番ね。強えよカマキリよ。来たオサムシ。オサムシの戦いは長引くんだよな。回復するから。うわ負けちまうよ。よっしゃガブリオリ61勝。次は私だよ。お肉は、これお肉はとの戦いは避けよう。勝てない。いけ俺のカブトムシ。カブトムシが何の会話もなく出てくるのか。0勝0敗。これ多分力で負けると思うんで、もう赤ゲージで勝負。うわ強っ。こんなに差があるんだ。技出せ。技、うわー技出ない。噂出せ。押せ押せ。すくい投げ出れば勝てる。あー強っ。カブトムシ出てくんの。強いよカブトムシは。さてじゃあウスバカちゃんを強くするか。これで決まりさ。もうミヤマのメスが普通に出てくるのが怖い。頑張れ。倒せ。カマキリはな、スタミナが少ないけど技の威力が凄まじい。もしかして技技技。あーもう技出すチャンスあったじゃん。あれちょっと薄葉カマキリ二人揃ったとか喜んでたけど、ちょっと厳しいものがある。いけいけいけ。あと赤足が育ってくれるといいんだけどな。あ、もう赤ゲージ使い切っちゃった。負けちまうよ。うわうわマジ。あーやばいやばい。やべ、違う、スタミナ差がありすぎるからメスに出すのが間違ってたが、これちょっと失敗。監督の采配ミス。弱いで。これで決まりさ。経験を積ませるか。頑張れ。一生いっぱい勝てるだろう。よしよし頑張れ。
頑張れ。うわー、ガブリより危ない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 。頑張れ。スタミナでは勝ってはいるけど、攻撃系の技を出せれば。もう一回ここでガブリよりやられたら怖い。頑張れ頑張れ。スタミナでは勝ってるよ。ガブリよりが怖いな。相手、お前技いっぱい出せるんだろ、赤足。よし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 、スタミナ勝ち。よし、あ、そうだったそうだった。よしよしよし、10勝になった。この虫も10勝だべさ。名前をつけてあげるっしょ。さあ、やっと10勝だよ、赤足。赤いないぞ。赤い閃光にする？木の葉の黄色い閃光みたいな。赤い閃光にしようか。次は俺の番ね。赤い閃光。ただな、そう、来た、こいつ来た。ちょっとスタミナ温存しよう。こいつ威力高すぎる、技の。噛みつきとか、えぐいもん。力では勝ってる、スタミナも勝ってる。押してけ、押してけ。まずいっしょ。いやー、技が強い。一発で逆転された。まずいっしょ。ねえ。ノコギリカミキリ仲間にするか、こいつ。強すぎだよ。これこれ、交換。じゃあそれとバクルベ。よし、交換。まあ育てんのは明日からにするか。でもなんか交換で手に入れるより自分で手に入れたいんだよな。あとは次、ヒメオオクワガタ仲間にしようかな。ダムシズムをやりたくなったら呼んでね。まあシステム上交換があるからな。交換はバシバシ使っていった方のが効率よくは勝てるか。って言ってもな、いつも虫キング日にちを余らせて勝っちゃうから、ちょっともったいない感じはしますね。結構ゆっくりやっても間に合うようにはできてるんですよね。今日は最後の川遊びの日なんだ。ほうほうほう。水泳大会に参加したかったらみんなに声をかけてね。ねえ、ここで泳ぐのって。水泳大会はもう全員分終わったからね。石投げしてみるか。ちょっと変わった？最初は3回だったな。何回跳ねるんだろう。投げる。1、2、3、4、5。あ、5。石は5回跳ねた。あ、5回。どうやらまだ少し夏休みの楽しみ方が足りないようだ。へえ、3回から5回、うんうんと跳ねる数が変わった。さて、船頭さんのところ行くか。いたいた。あ、船頭さんいる。キックラ戦記の船頭さん。あれ、こっから登れないんだ。よいしょ。登る時のボクくんの動きが気持ち悪いよ。いたいたいた。船頭さんはどんなお話できるのかな。うん、どうしたもんだべ。何を？おじさん、せっかく病気が治って仕事に出てきたのに、エンジンの鍵を川に落としちまったべさ。どこで？間違ってこの真下さ。自分で取りに行ってもいいんだけど、なんせ病み上がりなもんでさ。なるほどね。病み上がり？キックラ戦記さ。なんだそれ。もう僕くんにはいらんな言葉言われてわけわかんない。そっか、鍵取ってきてあげるんだ。ここでこの下じゃ光ってんのかな。その話を聞いた直後で、この橋の下へ行くと光ってたりするかな。あ、光ってる、本当だ。色が違う、黄色だ。ゲット。これでしょう。それは何かの鍵のように見えた。鍵ね、オッケー。それでオッケーだ。じゃあこの気持ち悪い登り方をして船頭さんに鍵を渡そう。はいよ、船頭さん鍵取ってきてよ。船頭さん、落とし物ってこれのことかな。と言って川底で拾った鍵を船頭に渡した。すると合ってた。なんだ。おく、やったな。ありがとさん。合ってんのか。うんうん。それで、ほらよ、今
シーズン初上陸だべ。やった、新しい場所来れるんだ。川の少し上流の向こう岸へ渡ることができた。ありがとう船頭さん。なんもさ、なんもさ。よっしゃ、入虫マーク出るぞ。これあ、レンガ、これでレンガ4つ目。うわ、入虫マーク出てる。よし、これでクワガタの木を見つけよう。はい、大ミスジ、カウ、ちゃんとカウ押していく。はい。はい、裏じゃの目、カウと。よし。なにこれ。あ、ここも入虫。はい、入虫、クツワムシ。あー、もう早いね。秋の鳴く虫だ、これ。これはもう泳げんのかな、ここ。あ、泳げるんだ。こっち行くと湖があるんだ。結構広いね、この湖。っていうことは、ここにも、缶バッジじゃなくて王冠があるのか。なんか、アヒルボートが沈んでる。うわ、深い。あ、あった。早速あった。ここでしょ。よし、ゲット。あったぞ。このままここで全回復して下行こう。下行ったら空気の減り早くなるかな。早っ。もっと王冠見つけないとダメだな、下は。これやばいやばい。あらららになっちゃう。いきなりあららはまずいよね。危ない。深いし広い。ここはやっぱ新しいところ来るとワクワクするな。ここが今潜ったところで、周りを見よう。あ、滝だ。滝か、ここ。あ、滝壺はだいたいなんかある。あ、ないか。ないわ。いえ、こんな綺麗なところで泳ぎたいな。結構ね、あの夏の写真みんなリプライで見せてなんて毎回言ってますけど、花火大会のね、写真をみんなが結構送ってくれて見させてもらってるんですけど、やっぱいいね、花火大会ね。うちの地元でもね、あって見に行ってきたけど、やっぱり花火って夏実感するよね。やっぱあのフィナーレの一番最後の花火がすごいよね、派手だよね。なんか花火大会が終わると、あ、夏が終わりに近づいていってるってちょっと思っちゃうよね。あ、あった。イエーイ。あ、これ秘密の地下通路じゃない？違うかな。あ、この下もなんかありそうだな。これ確か潜ってじゃないといけない場所に続くんじゃなかった？おっと、こんなところにある。よいしょ、ター。これで16個。カタール。よいしょ。どこ続いてんだこれ。お、出たぞ、どっかに。どこだこれは。あ、さっきのところか。ただぐるっと回ってきた通路だったってことね。なんだ。上がれる陸地はここだけっぽいな。なんかあるかな、他に。まあ、後でゆっくり探索するとして、まあ、とりあえずこんなところに来れるようになったと。はいはいはい。あれ、違う。違う場所に来れた。対岸か、これ。外れるこれ。鍵のかかった扉の隙間、冷たい風が出てくるね。出てくるね。入虫マーク、おお、出る。なんで？よし、捕まえた。うわー、小紫綺麗。よし、捕まえた。ゴマシジミ、うわ、星マーク出てる。レアなんだな、多分。虫レート十何匹分ぐらいあるんじゃないか。で、こっちは？あ、蜂の巣、これで一気に帰れるよっていう感じか。あれ？そういえばさ、ツバメの巣とかさ、見に行ってないよね。やべ。やめる。よし、捕まえた。お、メスグロヒョウモン。お、メスグロヒョウモン。いろんな模様のメス。あららで帰ってもいいか、これ。あ、夕方になっちゃった。あー、なんだろう、この風景すごい好き。北海道って感じ。あれ、これなんだ？
あ、こっちなんかおばあちゃんとか住んでるんだっけ、なんか。うん、入虫マークはない。家の中にはこっからは入れないんだ。誰もいない。え？あ、ここか。この木って、もしかするとクワガタの木かな？クワガタの木。ここからさらに三分岐？うわ。あ、こっから飛び込めんのか。子供は崖に近づくな。落ちたら多分落っこちる。なるほどね。これはショートカット的な感じね。さっきの池の。こっちは？いや、覚えられるかな、全部。あれ？なんだろう、ここ。ここから先は行けなくなってるのか。ほうほうほう。出るかな、入虫マーク。蝶々飛んでるけど。出ないっぽいね。セミ系の捕まえてないんだよな。あ、出た。よいしょ。はい、飼う。で、こっちが池に続く道か。で、そこにザリガニがいるんだよね。とりあえず軽く一周してきた。あ、動き早い。トンボだ、これ。多分そう。ほーら、あ、茜出てきた。なんか、秋が近づいてる感じがする。はい、ジャンボくんに入れる。うん、入虫、やっぱり新しい場所来るといっぱい出てくるな。あ、これはもう帰るときはこうするしかない。あ、自分で帰るしかないんだ。さてと、ちょっと面白い場所に来れたな。で、これはどこになるんだ？あ、こっちの端っこになるんだ。レンガも手に入れて、あと1個レンガで赤い橋も作れて、さらに新しい場所に行けるようにはなるね。あ、緑ちゃんいた。牧場間に合うかな。レッツゴーレッツゴー。王冠もちょっとだけ手に入ったし。やべ、時間は？あ、5時。ギリ。やばい、イカ飯がお腹を空かせて待っている。ちょっとな、カブトムシ出てきちゃったな、虫キング。一応、クワガタの木だっただけだっけ、今。あれ？クワガタの木今無視した？あれ？なんかぼーっとしてたかな。おじちゃんたちって、いっつも忙しそうだね。うん。いっつも忙しいよ。いろんなこと考えながら実況してると、今クワガタの木あったかな。生き物が相手だからね。しまった。蜜塗ってくるの忘れたか。ミルクの専用バケツ。ごめんよ、イカ飯。よし、これをイカ飯にあげればいいんだ。オッケー。お腹減ったろ、イカ飯。はい、ミルクだよ。イカ飯は一生懸命ミルクを飲んだ。よしよしよし。ニカッタ。そしたらあとツバメチェックだね。やべ、減ってたらどうしよう。あー、大丈夫大丈夫、よかったよかった。ちゃんと5羽いる。あー、よかった、とりあえず一安心で。おばちゃんはご飯を作りに行ったって感じね。こんなところにいたんだ。ご飯だよ。こんなところにいたって今後ろ通ってったけど。さてさて、じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。クマ見てきたの？うん、かなり大きなメスグマだったよ。一発で仕留めたって。死んじゃった？うん、人里に出てくるようになってたからしょうがないんだ。でも一緒にいた子供の方は大丈夫だよ。今子グマはどこにいんだい？ユアン寺の境内よ。レイ君のとこ？そうよ。ユアン寺って読むんだ。あ、満月。あ、そのための檻だったっけか。そういえば檻あったな。っていうかもう洋服着ようかな。
あ、なんかシャツいろんな種類あるんだ。あ、靴は履く。クマちゃん、ワンちゃん、お魚、爽やか白地、バトラーセブン、裸。なんか赤いシャツが僕くんっぽいよね。お風呂に入りつつお姉さんのところ行こうか。ささささささっと。夜が結構時間がないんだよね。お風呂に入って綺麗さっぱりになってと。そしたら事故。登場人物は3より2のが多いのかな。あ、やべ、ここで1個無駄な画面切り替えしちゃった。こっち。あ、トマトが赤くなり始めてるな。なんだ、今日は夜は何のイベントもなし。この家涼しくていいよね。うん、でも冬は寒いんだ。どこの家でも隙間風が入らないように窓の外側にビニールを貼るんだよ。へえ、そうなんだ。ねえ、花歌っていいとこっしょ。ここの名前だっけ。そうだよ。花歌って花歌みたいだね。だからいいんじゃない。おはよう。歌うの好きだからな、みどりちゃんは。それでは昆虫採集セットで昆虫を全部登録したいと思います。カット。さて、虫の整理も終わりました。では絵日記を書いて終わりましょう。今日はちょっと空振りが多かったな。ちょっと明日からまたしっかりと虫を捕まえていこう。船頭さんの落とし物、鍵を拾ってあげたんだ。代わりに船に乗せてもらったけど、ずいぶんおんぼろな船だった。船頭さん、すぐ鍵見つけちゃって話進めすぎちゃったかな。ちょっと不安だけど、まあ大丈夫っしょ。ご視聴ありがとうございました。また明日。